マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中だから一生懸命おやつ我慢してます。でも我慢しすぎて結局後から爆食い。はあ、また食べちゃった。なんて自己嫌悪ないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも食べることができるおすすめのおやつがわかるんです。もしあなたがダイエット中でも美味しくおやつ食べながら綺麗に痩せていきたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめの痩せるおやつということで、ランキング形式トップ3お伝えしていきたいと思います。話の流れはこちらです。1つ目、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか。そして2つ目、ダイエットにおすすめのおやつトップ3ランキングでお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ今からおすすめするおやつがダイエット向きなのかという、その理由についてお伝えしますね。ポイントは無添加だからなんです。添加物を使っていないおやつだから痩せることができるんですよね。ではなぜ添加物が入っていると太ってしまうのか、理由はこちらです。腸や肝臓に負担がかかるからなんですね。痩せるためには腸や肝臓に負担をかけてはいけません。なぜかというと、腸や肝臓が元気であるからこそ痩せることができるんですよね。その理由はこちらです。添加物を摂ってしまうと腸や肝臓が疲れちゃいます。そのことで消化吸収ができなくなってしまうんですよね。要は食べたものが全然その身になっていないわけです。そうすると食べても食べても栄養不足に陥ってしまいますから、結果痩せるためのホルモンの材料がないイコール太ると、こういったこう負のねスパイラル陥ってしまうわけですよね。そしてじゃあその食品添加物でどんなものがあるんでしょうかということで、主に2つご紹介していきたいと思います。1つ目はね、化学調味料と呼ばれるものです。ただしお菓子やおやつのね、そういった原材料の裏を見たとしても化学調味料入ってますよなんて、ね、一言も書いてないんですよね。じゃあなんて書いてあるおやつなのかっていうと、こちら調味料かっこアミノ酸等と書いてある別名、まあ、グルタミン酸ナトリウムのことなんですが、この文字が入っているおやつは買わないでくださいね。太っちゃいます。では次です。2つ目の食品添加物は人工甘味料を使ってあるものになります。これも買うのをやめましょう。太っちゃいますからね。で、人工甘味料が入っているおやつというのはもう人工的に作ってますから、甘さがですね砂糖のもう数百倍もあるって言われるぐらい強い、まあ、甘み成分なわけですよね。そういったものを摂るにもかかわらずカロリーが低いわけですよね。例えば何て書いてあるかというと、糖質ゼロとか糖質オフとかノンカロリーとか書いてあるのにもかかわらず甘いもの、それが人工甘味料が使われているおやつです。で、そういったのはですね、食べると脳が混乱します。おかしいなって。自然界では甘いものを摂るとカロリーがいっぱい摂るわけですよね。それが普通です。でもそれが取れないっていう方、脳がですねおかしいなって、大変だって、カロリー取らないと死んじゃうって言ってね、まあ、簡単に言うとそういうことですよ。なのであなたにもっともっとカロリーを取りなさい取りなさいって、甘いものを食べろってね命令するわけですよね。なので食べれば食べるほど甘いものはやめられない、止まらないって、その負のスパラル入ってしまうので、こういった人工甘味料は取らないようにしましょう。ではここからおやつを選ぶ時のポイント、人工甘味料が入っているか入っていないかのチェックするためのリストを作りました。チェックしてくださいね。まず人工甘味料と2つに大きく分けます。1つは合成甘味料と呼ばれるアスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンと、こういったものが入っているおやつはもちろんカットしましょう。でプラス、まあ、いかに天然のものから作ったとしても、こちらも糖アルコールと呼ばれるものはやはり天然に比べると良くないです。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールと、こういったものが書いてあるおやつは買うのをやめてくださいね。ではここから項目の2つ目です。ダイエットにおすすめの痩せるおやつトップ3ということで、今回はカルディさんで選んできました。まず第3位はこちらです。はい、ケトルクックドのポテトチップスになります。でこちら裏を見てみますと、もちろん原材料名に人工的な
化学調味料とか人工甘味料は一切入っていない天然の素材だけでできています。でこちらですね、サラトガスプリングスのケトルクックチップスソルトということで、アメリカ合衆国のポテトチップスでございます。ということで早速開けてみたいと思います。でこれもパッケージからしてですね、立派なんですよ。もうすごく袋も立派で、このマークもですね、なんかこう由緒正しきみたいなマークが書いてあるから、何かなと思ってやっぱりですね書いてありました。すごくやっぱりね、材料いいもの使っていらっしゃるんですよね。ちょっと開けてみましょう。やっぱりね、ポテチはもうほとんどの化学調味料がね入っているものばっかりです。ただね、ポテチもたまには食べたいですよね。その時にね、やっぱりこういった材料の良いものを選んでください。でこれすごくね、なんかトラディショナルレシピって書いてあるので、伝統的なレシピで作ってくださってるの でしかもね、なんか肉厚なんですよね。固めの感じです。いただきます。素材の味がめちゃくちゃしますね。美味しいです。ただしやっぱりね、油菓子になりますから食べ過ぎは注意なので、量はね調節しながら召し上がってみてくださいね。で塩気もちょうどいいですし、すごく噛み応えもあってめちゃくちゃ美味しいです。なのでどうせ食べるポテトチップスであれば、化学調味料が入っていないこういった良質の材料とレシピで作ってあるものを選んでいきましょうね。ではおすすめの第2位はこちらです。キャロットクリスプブレッドになります。でこちらはですね、クラッカーになるんですけれども、原産国はリトアニアから来ていますね。でこちらもね、もう完全無添加で、しかもキャロット、人参が入っているクラッカーになります。で私はこれをですね、よく娘と無添加のねクリームチーズ乗せて食べたりするんですよ、おやつに。ちょっと開けてみましょうね。美味しいです。あれ無添加が一番、もう素材の味を生かしたのが一番ですからね。でね、これすごくね、実は長い、これぐらい長いクラッカーなんですよね。ちょっとなかなか日本ではこんなサイズないかなって思うんですけども、日本だとね、なんかこう一口食べきりサイズ多いですよね。見てください、これこんなに長いです。なのでね、香りもいいですね。ではちょっとね割っていただきます。すごくね薄いんですよね。でしかも香りもいいですし、いろんなねシーズニングが入ってます。何の味、人参の味もすごくするんですけど、甘煮が入ってるんだ。そうだ、なんだろうこの粒々、甘煮の粒が入ってます。すごく大豆効果のある甘煮油の元です。甘煮が入ってます。美味しいですよ。でこれだけでもね、そのまんま召し上がっても美味しいんですけども、トッピングでね発酵食品のチーズとか、無添加のもの選ばれたりとか、あとアボカドとかお野菜とか、そういったの乗せてね召し上がっても美味しいと思います。では第1位はこちらです。はい、生くるみになります。こちらはですね、原産国はアメリカ米国と書いてまして、原材料名がもうくるみのみでできています。でこれ実はですね、すごくアメリカで有名なカリフォルニア州のセントラルバレーの土壌で作っている、そのすごくね老舗なんですよね。1912年からカリフォルニア州ダイヤモンドフーズ社ってなってます。でこのハワード州のくるみがね、とっても肉厚で、ここに書いてあるんですけどね、苦みや渋みが少なくてマイルドな味わいが特徴です。そのまま食べる以外にも、お菓子作りにも使えますよということで、ちょっと早速開けてみたいと思います。くるみはですね、すごくダイエット効果があるものになりますよね。そもそもそのオメガ3系も取れますし、あとやっぱり栄養価が高い。でよく東洋医学では臓器と似たような形をしたものを食べるとそこが活性化しますよってあるんですが、くるみはまさにですね、脳に形が似てると言われていて、
クルミを食べるとその脳もね活性化しますよということですごく人気がある食材です。あ、なんかねローストしたクルミよりもやっぱり香りが全然違いますね。ちょっと一粒食べてみたいと思います。いただきます。なんじゃこりゃですね。あの普通ローストしたクルミって結構ねゴリッゴリッとした感じなんですけど、なんていうか本当このまんまのとおりマイルドで、全然あの苦いとかちょっと渋いなとかがなくって、なんていうかこう歯ごたえがすっごいですね。あ、美味しいけどこれ食べ過ぎ注意ですね。クルミもねあのすごくやっぱりあのタンパク質栄養価が高い分ちょっと脂質が高いです、ナッツ系は。なのでだいたいね1日あたり5、6粒とか7、8とかぐらいで十分なので、こちらもね美味しいので食べ過ぎには注意してみてくださいね。では最後、痩せるおやつの食べ方ポイント注意点についてお伝えして終わりたいと思います。こちらです。1つ目、食事の一部としておやつを食べちゃいましょうなんですよね。やっぱりですね、間食として食事と食事の間に食べると一番太っちゃうんですよね、どんなにいいものでも。なので食べてもいいです、おやつは。でも食事と同じ時間でも一緒にまとめて食べちゃうと痩せやすくなります。でまた2つ目、飲み物と一緒にぜひ召し上がってください。おやつだけで満足はできません。なかなかね満腹感得ることができませんよね。その時に特に温かい飲み物、ノンカフェインティーとかね、そういったもの、リンゴ酢でもいいです。そういったリンゴ酢ドリンクなんかをセットに飲みますと痩せます。3つ目、お皿に移して量を把握、これすっごく大事ですよね。特に先ほどの第3位のですねポテチなんかはもうこう何かしらこうねつまんでると、あれ一袋食べちゃったとかありませんか。なのでね、それは食べ過ぎです。ですからちゃんとねお皿に移して、もう食事のおかずみたいなイメージで食べましょう。そうすると量も把握できますし、食べ過ぎ注意にもなりますし、間食として食べなくても済みますのでね、ぜひ痩せる食べ方でおやつ食べてくださいね。ではこの動画のまとめポイントは、無添加のおやつを選びましょう、そして痩せる食べ方ポイントは注意しましょうでしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。